二番館たち。ここにいたら会えるんじゃないかって思ってたよ。みんなをびっくりさせようと思って大成功だったみたいだね。こっちはこっちで思わぬ再会をしちゃってたんだけど。ふん、いつぞやの裏解決屋だったか。君たちまで旅行に来ていたとはな。言っておくが、くれぐれもこの島で騒ぎを起こすんじゃないぞ。ようやく取れたせっかくの長期休暇、台無しにされては困るからな。え？長期休暇だったんですか？でもこの前の取締役会で。余計なことを言うんじゃない！ビーチっつっても顔見知りばっかだが。っておい、あいつらは。知らなかったな。水着で日光浴っていうのはこうも気持ちいいものなんだね。そうやろ。高く澄んだ空に紺碧の海、ロケーションも最高やしね。ただこの季節とはいえ日焼け対策が大変なんよ。十三工房に頼んで日焼け止めでも作ってもらえばよかったわ。